これが1試合目の女子ダブルスですね。はい。まあ、この日インドアカーペットでやっていたので、ちょっと、はい、特殊なコートでしたよね。そうですね。もう対戦相手の方アップされてたじゃないですか。はい。僕らはまあほぼアップしてない感じですよね。またこれ休憩の後だったんですよね。休憩の後ですね。はい。でこれよく見るとサービスラインの内側のところにやっぱり立った後にちょっと、はい、跡があるんで、あそこでちょっとイレギュラーしますかね。そうですね。はい。変化はありましたね。はい。スーツ自体はすごい冷房も効いてて良かったですけど、ね。はいはい。天井も高くて明るくて、はい。女子ダブルスの勝手な挑戦は初めてですかね。こうやって考えると。そうですよね。はい。ミックスは今まで何回もありました。はいはい。女子ダブルスは初めてですね。この方たちが一番最初にエントリーしてきていただいて、まあ、すごいやっぱり勇気いるじゃないですか、女子ダブルスで。そうですね。はい。でもやっぱりすごい、まあ、もちろん実力もある方たちなんですけど、はい、意欲もあるなって感じました、ね。はい。レディースのあれ、これ言って大丈夫なんですか？あまり言わない方がいいですかね。まあまた皆さんでは代表の方ですね。はい、うん。関西、兵庫と大阪ですか。そうですね。うん、はい。まあちょっとこれご覧いただいている方、この施設の関係上マスクが着用必須なので、なんて言うんでしょう、なんでマスクしてるんだと思った方は、施設の規則でそうなってます。というのをですね、私もちょっと一瞬忘れかけて、今サーブっていう方が、マスクをすいません、してくださいっていうのをちょっとお伝えしたんですね、この時。はい。そうでした。よく覚えてます。本当に皆さんにはご不便をおかけしましたけど。うん、そうですね。で試合が今始まりましたね。相当リターン合わないですよね、最初。これバウンドが、そうなんですよね、伸びてくる感じですかね。なんかこう緩い感じだと、こうなんかタイミング合わせるの難しかったですね、ちょっと。うん、まあ、あんまりカーペットコートって普段やられない。まあでもある程度僕も慣れてる方だと思ってたんですけど、はい、かなり変化がありましたね。うん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 。うん、今のナイスポーチでしたね。ナイスポーチでしたね。うん、ですごい、このサーバーの女性の方、すごいサーブ良くて。いいですよね。あ、うん、ファーストサーブ、それでスライス気味で、こう、ちょっと僕のバックのボディに食い込んでくるような感じで、はい、うん、2回ぐらいリターンミスをした覚えがあります。はい。結構平行陣で行かれるのかなと思ったけど、最初はステイだったんですね。そうですね。うん、今のもストレートアタックをさらっとブロックして、はい、しっかり対応するあたりはやっぱり試合慣れしてますよね。なんかいや、本当そうですよね。全員の方も含めて、はいはい、今のクロスラリーの時のしっかりこう
早く構えて、ま、あの相手に動かせないような感じの、はい、形っていうのもすごい良かったですね。うん、そうですね。なんか攻めで細かい動きがいっぱい入ってる感じで、うん、はい、うん、しっかりこれキープされて、うん、でここからリターンゲームですね。失点になりましたけど、しっかり相手にプレーさせるというか、低いボールで。そうですね。簡単にミスしないのがやっぱすごいなと思って、はい、横で。はい。はい。うん。ただ、このやっぱり、ドイツさんのキックするさ、跳ねるサーブっていうんですかね、変化するサーブ。このコートだとよりちょっと気を出すなっていう感じで。そうですね、ちょっとこうスライスっぽく伸びてからこうちょっと変化かかるんで、はい、こう前に入ってこないともう本当に返せないと思います。セカンドサーブでそれをちょっと頑張りましょうというか、うん、そういう話でしたね、はい、確か、はい、終わったんですけど、はいはい、ポジションもうちょっと上げてもいいかなって感じですかね、セカンドになったら。そうなんですよね、うん、まあ、これも悪いリターンじゃないんですけど、はい、ちょっと後ろからリターンしてる分、はい、佐藤さんも出やすいのかなという、はい、プレッシャーがかからないですね、うん、まあね、なかなか男性のサーブ前に入ってっていうのも大変なんですけど、うん、ちょっとそこは必要ですかね、うん、おお、これなんかもうなんか動いてくる相手を待ってたって感じですか。はい、そうですね。ストレートは、うん。惜しいな。もうちょっといい体勢でストレート打ちたいところですかね。そうですね。あれ、今のアウトですか。いや、今ネットでした。あ、ネット、あ、ネット。ちょっと横に動きながらというか、はい、うん、まあ、ストレート打つのはすごい必要なことなんですけど、はい、まあ、そこ序談なら確実に抜けてるだろうっていうところですけどね。うん、うん、まあ、でもあのロブを上げた後に少しポジションを上げるような感じというか、まあまあちょっとハイボレーの体勢に入ったら詰めるのも難しかったのかな。まあ、あそこは男性は片手でこう、なんていうんでしょう、背中を向けながら強く打てるっていう利点はあるんですけどね、はい、うん、でもいいロブでしたけどね、まあ、これもナイス感じで、はい、うん、やっぱりこの2人もその強いなって思ったのは、あんまりこうロブにだけに頼らないというか、しっかりそこら打っていくところは、はい、うん、あるんで、はい、まあ、こうやって多分このゲームをキープした気がするんですけど、うん、まあ、なかなかコートが速いんでこうロブも難しいですけどね。そうですよね、はい、これ入ってたんですね。これね、相手が打ったボール入ってました。入ってたんです、はい、うん、はい、なんか、もうそこしかないだろうっていうコースでしたけど。はい、はい、外巻きで、入れられてしまいました。はい、ナイスボールでした。これ、ピークで4ゲーム目。ちょっと、
変化サーブをすごい打った気がします、はい、うん、モディとかに、はいはい、これで貴重なボールを一つ喪失、うん、でもあの返したボレーをちゃんと返せるところもすごいですね。そうですね、一個ね、うん、まあ、ちょっとした予測とか面の作り方が適切なんだろうなというこれ見てて、うん、はい、うん、まあ、あのプレッシャーはあるんでしょうけど、そんなにこう慌てないというか、うん、うん、入ってるんですね、これね。そう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 。いやー、今ノーバウンドで返球しましたかな、なんか。こういう風に帰ってきたんだっけな、今ちょっと枠から外れてますよね。そうなんですよ、でも、はい、すごいタイミングが早いんで、はい、ダイレクトできたかな、うん、なんかこう、うん、下がりすぎないで、はい、まあ結果的にゲーム取られましたけど、はい、でこれで 2-2 ですよね、はい、加藤さん、この連続ストレート結構やりますよね。そうですね、はい、まあ、あの多分相手がちょっと下がったりしてると思うんですけど、はいはい、1回ひるんでグッて構えたら、うん、ちょっとどっちも動けないかなっていう、はいはい、あと1回ちょっとなんかスピードを上げて打って調子を見たいっていうところもストロークのなんかそういうのがあります、はい、なるほど、はい、確かにそういうショット序盤で打っとかないと、はい、後半の大事なところで使おうと思っても怖いですよ。そうなんです、そうなんですよ、ちょっと振り抜けなくなっちゃう感じが怖い、あの後半にそういう感じがあると怖いので、うんうんうん、最初にそういうのをちょっとこう僕はやるようにしてますね。確かにそういうのも、ね、自分でプランニングしていかないといけないんですよね、多分ショットを使う場面を作らないといけない、はい、はい、感覚的なものをちょっと確かめたいっていうところもありますよね。やっぱりこう他の今までのフェリーだった女性の方と違ってためがあるんでこう、うん、なんか動けないですよね、ちょっと簡単には、うん、そうですね、うん、なんかこう徹底してスライスをボディにデュースサイドから打ってくるあたりがさすがだなと思いながら、うん、いい狙いですね、はい、うん、
なんとなくハマってる感じですよね。そうなんかちょっと私オクラ見てて、もうちょっと平行時点でいってもいいのになと思ったんですけどね、サーブからたまには。ああ、そうですね。うん、まあリードしたりしたらちょっとサーブアンドボレーとかでもいいですよね。そうですね。うん、ちょっと今ペースが速くなりましたね。そうですね。うん。うん、まあなかなかこう特にこれもまあジョダムとダンダムの試合なんでよりあれなんですけど、はい、自分のペースを保つっていうのはすごく大事ですね。まあそうですね。はい。難しいですね。うん。このアドサイドのリターンを抑えられればちょっとチャンスが出たかなっていう気はするんですけどね。うん。ですね、あの狙われても前に入っていく感じがないですね。うん、うん、結構やっぱりバックの高いところ、うん、どうしても女性を狙われると思うんで、はい、うん、あとまあ今のもセンターのスライスなんですけど、うん、曲がる前に、はい、多分この話を後でされてたと思うんですけど、うん、はい、ご覧になっていただいている方で女性の方は、まあ、ミックスダブルスの時のリターンだったり、はい、うん、まあ、女性でも早い方いると思うので、はい、向かっていくところの重要性を感じてもらえればと思いますね。リターン、そうですね、はい、ほんのちょっとのコツさえ覚えたらそんなに難しくないんですけどね、はい、そうですね、はい、なんかこう大胆にやってみると意外とっていうところも、うん、まあもちろんね、あの最初は難しいと思うんで試合だとなかなかうまくいかないと思うんですけど、うん、普段からちょっとスイングレシーブをしてしまってる感じの方っていうのは、はい、こうちょっとコンパクトに入りながら合わせていく感じっていうのとこうまた別の感じになってしまったりすると思うので、はい、うん、その辺のコツっていうのはいろいろ、うん、あのリターンの紹介してるんで、はい、なんか映像で見てもいただきたいですけど、ね、そうですね、あの、はい、まあ、男女でも基本は同じですかね、動き方とか、まあある程度、うん、はい、もうあの女子とって言ってもあの杉山愛さんとかと やってた時は普通に男子みたいな感じでしたけど、あのおすごい粘る、うん、今ちょっと同意さんがあのリターン者スライスから前に出るようなフォアの、はいはいはい、ああいうのもタイミング早く取れば、はい、結構相手も慌てちゃいますもんね、はい、そうなんです、はい、ああいうのもあの最初のきっかけとしてこう割と簡単かなと思うんで、はい、まあでもキャッチ力もあるし、うん、のリターンが磨かれたら本当に強くなりそうですね、さらに。厳しかったですね。厳しいところですね。まあ、あの、うん、あの一応見ていただく方にもこれあの手加減なしの企画なのでっていう感じはあるんですけど、
まあでもこれぐらい強く打たないとこの人たちの弱点出てこないレベルですもんね。はい、うん、でこれで試合が終わりましたかね。ちょっと気になったのはやっぱりリターンのところですかね。そうですね、はい、うん、セカンドサーブでちょっとポジションを上げてコンパクトにいくところ、うんうん、それを終わってからもお伝えして、うん、少し練習していただいたら少しコツをつかんだ感じも見られましたけどね。はい、うんうん、はい、まあ、結構あとは確か前衛がもうちょっと動いてもよかったかなっていうのを確かお話もあったかなと思うんですけど、あ、サービスゲームで、そうですね、ちょっと、うん、はい、少し思い切って動いても、あまりこっちがプレッシャーを感じないからっていうことを、土井コーチ言ってましたけどね。そうですね。まあ、多分僕もお伝えしたかな。2人ともリターンから前に来るプレーが得意なんで、それをどっかで、確か止めないとっていう話をしてたけど、うんうん、はい。やっぱりそれは必要ですよね。そうですね。ダッシュしてくる相手に。はい。ある程度動きで見せて、こっち、相手からこう自分を意識させるっていう。はい。うん、まあ、失敗してもいいのでというところですね。はい、はい。ある程度そういう、やっぱ動きで見せていく部分はダブルスで大切です、はい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。